こんにちは、デザインプラス函館店の辻田です。本日はレディースアイテムご紹介していきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回ご紹介していくのは春のコーディネートにもすごく重宝するアイテムじゃないかなと思います。レイハムのカーディガンをご紹介していきたいと思います。よろしくお願いいたします。ではこちらのデイハムなんですけれども、オランダのアムステルダムで2008年にスタートしたプランドとなりまして、デイハム、職人を象徴するハサミのブランドマークでもおなじみになっているかなというふうにも思います。こちらブランドのシンボルでもありますハサミのマークなんですけれども、布を裁断する際にテーラーが使うハサミを元にデザインされたものとなります。デザイナーが日本製の裁ちハサミを使用していることから、制作されるアイテムにはその刺繍が施されております。そんな中から本日こちらの格子柄風のカーディガン、少し半丈にはなるんですけれども、トレンドを抑えたカーディガンではないかなというふうに思います。こちらなんですが、ちょっと指定感があるんですけれども、スクエア状に変化をつけた格子柄の編み方で、スタイリングに向け感を演出するコットンニットカーディガンとなっております。こちらざっくりと切り込まれた V ネックが綺麗な印象を伝えてくれて、ドロップショルダーこれですね、ドロップショルダー、ゆったりとしたスレッドで大人の抜け感を演出してくれる一着となっております。こんな感じの格子柄になっておりまして、柔らかく肌触りも優しく、コットンニットですので、チクチク感もないところもおすすめのポイントかなというふうにも思います。シルエットはこのようにております。このぐらいの丈感にはなってるんですけども、少し短めの短丈にはなっておりますので、タンクトップだったり T シャツだったり、ちょっとレイヤードを楽しんでいただける丈感となっておりまして、合わせとしましてはワイドパンツなど、夏暖かい服になってきた時にはちゃんとパンツを合わせてもいいんじゃないかなというふうにも思います。もちろんスカートも相性は抜群です。こちらの着心地のいい肌触りが最高のニットをご紹介させていただきました。こちらをぜひ店頭の方でお試しいただければと思います。お色展開、私が着ておりますホワイト、レッド、ブラックの3色でご用意しております。ブラックにはブラックのおボタン、ホワイトとレッドにはホワイトのボタンが施されております。ぜひこちらを店頭の方でお試しください。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。